こちらはね、私が、昔から言っていたね、難波小田ロード周辺の、今まではね、なんかこう20円ワゴンセールって言ってたんですけど、ちょっとそっちの方は、お休みにしまして、こちらはね、以前、まあ、1ヶ月前か2ヶ月前に僕よく配信していたんかな。福袋ね、僕が5年前、10年前、15年前、ひょっとしたらね、20年前が一番古かったかもしれないです。そのね、一つのお店をね、僕ずーっと行ってたんですよ。まあ、そのお店未だにあるんで、名前が変わってね。やっぱりちょっと迷惑かかっちゃうんで、お名前を伏せときますね。うん。で、そこで買ってきたね、福袋って言ってもね、透明の中に、大量に入っていてね、ある程度は上っ面が見れるわけなんですよ。で、僕いつも安くても高くてもね、その上っ面の見えてる部分を、あ、これとこれとこれが入ってるからじゃあ買おう。で、あんまり全体的にね、100円だろうが500円だろうが、量が多かろうがね、興味なかったら買ってないんですけど、もうこのお店ね、ほとんどその福袋が良くて、これね、見てください。これね、ムーミン集めてる人やったらこれわかります。これね、わかります。これ可愛いでしょう。出来がいいでしょう。これムーミンのキャラクターですね、これ。カンガルーみたいなやつやったんかな？うん。名前書いてるかな、これ。砂付近はあれですね、緑色のイメージの無口な子ですもんね。これ何だったかな？ちょっと待ってくださいね。ど忘れしちゃったんで。今って便利ですよね。ちょっと調べようと思ったらすぐ調べれるからね。思い出しました。スニフ。今ね、僕調べてから僕偉そうに言ってるわけちゃいますよ。まだね、検索語が出てきてないんですけど、スニフです。あ、そうそう、スニフって書いてる。ごめんなさい。ね、おもちゃ好き、おもちゃ好き言ってるくせに何言ってるんでしょうね。これね、こう、雲からこう落ちた感じのこのイメージなんですけど、これね、他にも、他のキャラクターのやつもあるんですけどね、これ全部できんですよ。でね、このお店は、ちょっと待ってくださいね。今この袋から出したんですけど、いつも言ってるやつね、この中に大量に入ってるやつの、これ、一つなんですけど、こういうのがね、いっぱい入ってるんですよ。ちょっと待ってくださいね。ま、今回ちょっとここ置いといて、またね、ちょっとずつ紹介するんですけど、ちょっと待ってくださいね。ほとんどね、ディズニーがいっぱいなんですけど、見てください、これ。これね、両手で余るぐらいなんですけど、これの3回分入って300円。安いでしょ？絶対ありえないんですよ。まあ、この1回300円をね、また紹介していくんですけど、1回パパーっとね、ちょっと待ってくださいね。1、2、ま、ディズニーじゃないのも入ってるんですよ。ま、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、ごめんなさい。11、12、13、14、15、16、17、18、19、わ。20。たまにね、こういう変なわけのわからんのも入ってるんですよ。たまになんかこの店こういうことするんですよ。21、22、
23、24、すごいでしょ。25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、これダブってるんですけどね。36、37、すごいでしょ。37、この300円の中にね、37個入ってるのと、ほんでね、お店さんがもうめんどくさいから、この一つの袋の中にね、どれやったかな、ほら、二つ分入ったり、これね、まあ、これ、ついはついなんですけど、これ、本当はこれ別々なんですよ。このチョコイグやったと思うんですよ、ディズニーのね。ただ、まあ、お仲間だから、こう、一緒にもセットに入れてるだけで、こんなんとか、ちょっと待ってくださいね。ほんで、さっきの猫ちゃんいたんですけど、これも猫ちゃんなんですけどね。で、ああ。ちょっと待ってくださいね、猫ちゃん。猫、どこ行ったかね。あ、これ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 。これも間違ってたらごめんなさいね。これ3匹いるんですけど、これも、じゃあこれ3匹が1つの中に入ってるから、確か違うかったと思いますよ。これは、1個1個をこうもう1つにして、他のもあるんですよね。1袋のこのビニールの中に、2つ3つ入ってるのがね。ほんで、こんな感じで、その間にね、ダブってるのもあるんですよ。もちろん。こういう感じで、この少年と、これディズニーの子やね。で、どっかさっき今ありましたよね。ちょっと待ってね。安いでしょ？あ、これ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 。ね？うん。決して双子じゃないですよ。ディズニーのザ・タッチじゃないんで、まあ、ほっといてくださいね。僕変なしょうもないおっさんギャグよく言うんで。はい。あ、ほら、あれね、絶対このお店ね、安かったんですよ。ほんで、これがね、よく以前から言ってるやつなんですけど、これが5年前か10年前か15年前か20年前か、それはね、ちょっと買ったのはわからないんですけど、先ほども言ったように、こんだけの量が入って、まあ、隠しますけどね、このお値段なんですよ。安いでしょ？で、たまにね、オークションでもこういう大量のやつが見かけるんですけど、その代わりね、僕もね、何回か買ったことあるんですよ。これ以上多かったり、ま、ね、まあ、こう、条件がいいんですけど、結局ね、まあ、例えで言ったらですよ、この少年のね、この下の方が台座がなかったりとか、まあ、値段が当たりやすいか当たり前なんですよ。そのヤフーオークションはね。で、こういうもんとかね、タバコの匂いがしたりとか、うん。で、今回はこれね、私これ2つダブってるじゃないですか。これがね、10個入ってたりとか、で、結局ね、そういう悪条件があるから、オークションでね、ズムがズムじゃないですよ。で、安いんですよ、オークションは。その代わり、オークションはね、ちゃんと書いてます。こう、タバコ臭がするんでとか、ダブリがたくさん入ってますんで、とか書いてるんですけど、ま、この店はね、そういうことはあんまりちゃんとしないのと、こうね、今言ったように、こう、ビニールからね、ある程度この、ま、上っ面が見えるんで、この上っ面がね、真ん中は見えないですよ。見えるから、やっぱね、せっこくないんですよ、このお店さん。うん。でね、このお店、ものすごい流行ってましたね、当時はね。今はちょっとね、雰囲気が変わってしまって、ダメじゃないんですけど、オーナーが変わったのかもしれないです。なんかね、ちょっとやり方が変わっちゃってるんですよ、店の、ちょっと待ってね、店のお値段とかね。うん。まあ、よくね、僕、こんなお店行くんですよ。で、僕、いつもね、飲み仲間がいまして、そこでね、買ったもんとか、昔のね、こういうやつをね、持っていくんですよ。飲みに行った時。ほんで、こういうのを見せるんですよね。ほら、こうやってね、まあ、こういう300円の中には僕がね、まあ、今言ってるように5年前から20年前、いつ買ったかわかんないけど、まあ、このあるお店、ここばっかし僕が、もう、僕の我が人生ね、ほとんどここばっかしてたんですけど、このお店は当時こんだけ入ってこのお値段でしたよって言ったら、ものすごいみんなびっくりするんですよ。あれ、確かに当時ってこんな感じのお値段やったけど、この量でこの値段安いよねっていうのと、ほんでね、やっぱりこういうディズニー好きな人もいて、
たとえね、これが、ミニブックついてなくてもね、全部ね。ほんで、オークションではやっぱりね、この単体状態だけで、使用度があってもやっぱね、欲しい人がオークションいるわけですよ。ほんで、この中でももうすでにね、この、ミニブックがついてません。ほんで、これ単体だけですっていうのでも、まあ、僕これ約40個入ってるって言ったじゃないですか。だから1個にあたりにしたら10円とか、8円ぐらいなんですよね。で、それでも、これ物によったらね、やっぱり、例えばですよ。このスニフは僕今回まあ10円か10円以下で買いました。まあ、大昔ですよ。でも今となったらこれをね、このまま出品したらこれが400円になったり、この状態でね。あ、これちょっとあくまで一例ですよ。で、そういうのが中になんか3個か4個ぐらいあるみたいなんです。その子はディズニーが好きな子でね、間違いないと思います。ただ、その子も言ってるのが、僕もよく言ってるんですけど、あくまで一例で全員がそういうお金を出すわけじゃないんですけど、今となっては価値があるものがあるよってやっぱ言ってるんです。やっぱね、このお店はものすごい安いんですよ。はい。こんな感じのものをね、どんどんまたこう、ちょっとずつ紹介していきますので、私のね、動画がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。